皆さんおはようございます3月12日朝6時平智之の報道ウォッチの時間ですこの番組は政治経済科学技術などさまざまな分野から一つのニュースを取り出して私平智之の意見を述べる番組であります毎月第2と第4の土曜日の朝6時にお届けしておりますいつも通り今日は何の日でありますがこれは何と言いましてもねまあ今日というより昨日ですよね 3月11日5回目です。あの東日本大震災そしてそれに起因する原子力事故の災害がありました。この3.11の翌日が本日であります。今日はまあその話をしたいというふうに思うんですけれども、うんえー、まあニュース等でご覧になっているようにあの福島第一の原子炉の状況というのは。 もちろん今後何十年と私たち自身がどうやってそれを収束させるかということを直面直視し続けるだろうということはもう皆さんお分かりの通りであります。東電からの技術的な知見でもですね、まあ、数十年40年から要するに半世紀近く収束に向けてかかるんではないかというふうに言われていてですねいまだにメルトダウンした余裕燃料の破片欠片飛び散ったものが どこに存在しているのか、事態が今、分かっていないので、今後いくらぐらいかかるのかも。その金額自体も想定されていないわけであります。これ、皆さん、覚えてられるでしょうか？三点一一が起こった後、一年ぐらいでどれぐらいの費用がかかるか。まあ、それも、原発の単位コストにこう入れるということでもって、三点一一の被害の想定をしようとしたんですが、この今の福島第一の原子炉の収束にかかる費用。 これは算定しなかったんですよえつまり分からないといととうことでありました重ねて、えー、余裕燃料がどこにあるか分かりませんのでもうバラバラに飛び散っている可能性あるいはどこかに落ち込んでいる可能性がありますので金額は分からないわけですね。であの最近になってですねニュースで凍土壁と言われる言葉も皆さんお聞きになっているというふうに思います。 上から水をかけているその水が土壌にあるいは海の方へ流れていくことを抑えるためにもう周りを原子炉の海水面より低いところまでですねぐるっと氷の柵を作ってしまうとそれによって水が外に出ないようにするとこういう柵が今講じられようと一部徐々に成功しかけているんだというニュースが今出ておりますが果たして現場はどうなっているでしょうか。 あの,の3.11の数ヶ月後ぐらいにですね私も今でも覚えているんですがあのラストリゾートという言葉が対策の本部の中で流通していましたラストリゾートです。ラストトリゾーというと何か最後のリゾート地というようなイメージ捉えるかもしれませんがこれはあのエンジニアリングの世界の言葉では、まあ、最後の手段をラストリゾートというふうに言います。 あの発災後、数ヶ月ぐらいの中で,です、ね、どうにも水が入らないと、えーまあ、皆さんもあの空中から散布したりです、ね、消防車がこう送ろうとするんですがなかなかうまく放水できない事態をテレ映像を覚えてられると思いますが、まあ、対策本部の中はそれこそもう必死の思いで、えー、水を届けと冷却してくれという思いを持っていた中で、えー、どうしても冷やせないと。 いいう事態が長く続いておりましたそれでラストリゾートもうこんなに水がいかないなら最後は最後の手段でこういうことをしなきゃいけないんじゃないかという、えー、フローズがーー流通していたのを思い出します。それであのー、その時ね私実はこう考えてたんですがうーんもちろん周囲の人にも私の考えとしてお伝えをしていたんですがね「あの霊音停止」っていう言葉も覚えてられますか 冷温に低い温度に抑えて停止する「冷温停止状態」という非常に曖昧な言葉でありましたけれどもあれはね結局1 0 0 °以下にするということなんですがなぜ1 0 0 °以下にするのかというと水ですよね。えー、水の沸点が1 0 0 °ですので水をかけて水が蒸発しない範囲の温度というのは1 0 0 °以下ということになります。でつまり 冷温停止をしないと危険なんだというふうに私たち全員が思わされていたじゃなかったですか冷温停止しないと危ないんだと停止とは言わないとしかしそれはあくまで水の沸点が100度だからそれ以下に抑えようねでこれもう少しつなぎますと水で冷やしたいということだったんです水で冷やすとだからこそ100度以下にするんだそれをもって冷温停止状態と言うんだ言うんですがね あの私の当時,当時何を思っていたあちこちに言っていたかというと100度以下というののは水のためだけなんですで金属はご案内のとおり融点は1,000度を超えますのでね例えば500度はダメなんですか800度はダメですかある特定の100度以下である必要はなくてですね少々高い温度であっても入ってくる。 発熱する崩壊熱ですね発熱する熱とそれを放熱する熱とこれが終始バランスしておればそこでピタッと止まるんですまあ、若干でも出てくる熱よりも取る熱の方が大きければだんだん冷えていきますで、あの何かそのようなプラン B ですねえ水というのは あ蒸発するとこうまたあちちこ,っちへこう飛んでいきまますしまたその溶融燃料に触れた水が地下やそして海へと流れていくことのその汚染の拡大はものすごいものですから確かに冷やすための材料として水は非常に優れているんですけれどもその後どこへ飛散するかわからないあるいはあちこちを汚していくと海を汚していくと土壌を汚していくということから言うとあの段階ではもう 運転のための安定停止という状態ではないわけですから事故が起こった後のの原子炉というのはもう冷却のいわゆる機械装置というよりももうと,とにかく冷やさなければならない物体ということでありますから本当に水でなければならなかったのかということを真剣に考えようよとプラン B というものを考えようということを何度も周囲にあの私自身もお話をしていたのを今でも思い出します。 で,で振り返ってねしかしその話がなかなかこう真剣に考える流れにならなかったのはどうしてかなと思うとやはりねうん海へ流すと海へ流さざるを得ないという思いが当時強かったんではないかというふうに思います。えー、であの結局今大量の汚染水がタンクに溜まっていると言いますが。 しょっちゅうう漏れているというニュースも聞きませんかでかなりこう海へ、えー、こう流出する事故が起こっているというニュースも流れるわけですけれども要はですね最終的にはあのトリチウムもあれは処理今んところ技術はないので、えー、どこかへ、まあ、投棄し,していかざるを得ないこのままタンクに貯めるというと延々にタンクが何十年間増え続けるというのはもう不可能ですので。 最終的にはやはり水で流した以上は水をかけた以上は海へ流すということが最初から前提になっていた可能性が高いですですからこう考えてくださいあの事故は陸地側に放射能をなるだけ飛散させないがために海へ流すと決めた可能性があります海へ流すならば流す媒体は水でありますで水で、えー、上からかけるのであれば 100度以下にしなければならないんだ冷温停止だという条件を言えば水をかけることができるというあの逆から逆戻り推論をしていただくと現在従って海へ流れていく事故が何度も起こっているということは最初から想定通りであったということになります。それであのもちろんあの 現場のに関わる科学者技術者がいい加減に考えてそういうことを言っているとはもちろん思いませんラストリゾートとしてやっていると思いますもう最後の手段だということでやっているんだと思いますで、こういう,うどう考えても非常事態ですねこの非常事態で給与の策でとにかく今水しかないから水なんだと言ったときに、ね、科学者やエンジニアが水以外の何か対策がないだろうかプラン B これを考えるる力ががあかかどうかが、ね、やはり科学力技術力で,すよであのまあ糖度壁ということで今言ってますがあの熱の関係の専門家はね地下が水流れてますのでねその水が熱をとっていくのでその地下を流れている水が糖度壁に触れる水が糖度壁から熱を取るよりもより多くのエネルギーを投入して取られた熱の分また熱を引くという。 あの取られた熱というかその、えー、熱量を与えてしまいますので氷に対して熱を与えてしまいますから地下水がだから与えた分をまた取るということを延々とやるのでものすごいエネルギー投入だといって熱の専門家は比較的反対する人を何人か私お会いしてますけれども糖度壁が成功するかどうかは別にしてですねあのこういう時に科学技術の力がいろいろな可能性を を検討し投入していくという力がこの日本にあるかどうかが私ポイントだと思いますでその意味で私はもう少し話を原発から今度話してエネルギー全体のこれからのことを考えたいんですがウランだって枯渇燃料というのは皆さんご存知ですよね天然ガスもそして原油もそしてもちろん石炭も石炭はまだ豊富にあるようですがしかし枯渇燃料であることは間違いありません 再生可能エネルギーではないんですしたがってこの1世紀2世紀をたとえ原発を続けたとしても私はもう続けるべきではないと思いますがもし続けたとしても枯渇燃料なんですからこの数世紀以内に新しいエネ,エネルギーを作るというチャレンジを人類がしなければなりません。でその時にねあの東海村の4,000人ほどおられるあの日本原子力研究開発機構 JAEA のね この技術者開発者あるいは六カ所村にもおられる原発に関わってこられた技術科学の人々を新しいエネルギー今後数世紀以内に、まあ、100年以内に、ね、絶対作るという方向に大量の資金を投下してでも向かうというこの大きなチャレンジに今こそ私は入るべきではないかなとあの在来の技術だけに固執せずですねあの新しい技術に向かう力が 日本は今、試されていると、それを思い出すためにも、この3.11は今後、40回重ねても50回重ねても、このことを考えるべきだと思いました。